天神ザ・ボーガーゴー。1970年代前半、スペクトルマンやライオン丸シリーズ、鉄人タイガーセブンなどの P プロの特撮作品を放送していたフジテレビの土曜19時枠。それらの作品に次いで1974年4月6日からスタートした特撮テレビドラマ天神ザ・ボーガーが今年誕生50周年を迎えました。シリアスかつ重い内容だったそれまでの作品とは打って変わって、明快なヒーロー性を打ち出し、当時ブームだったブルース・リーのアクション映画の要素を取り入れ、生身の空手アクションを使って戦う主人公が考案された。また当時流行したロボットアニメの要素も盛り込み、メカニックの描写にも力を入れ、人間が操縦する人間大のロボットというコンビものの珍しい組み合わせのヒーロー番組になりました。飛竜三段蹴り、主人公の大門豊を演じた山口彰さん。この作品の前年には仮面ライダー V3 でライダーマンに変身する結城ジョージ役で出演。番組後半の10回ほどの出演でありながら強烈なインパクトを放ったヒーローを演じました。天神ザ・ボーガーは山口さん唯一の主演作品となりました。当時のカンフーブームを受けて、山口さんはブルース・リー風のアクションを体当たりで熱演、ややオーバー気味のアクション、そしてブルース・リーの会長音を意識してわー音を叫びを上げながら派手に戦う主人公を演じきりました。地中海のコルタ島で秘密刑事の訓練を受け、インターポールから日本に帰国した警視庁所属の特命捜査官、23歳の若者大門は6歳の時に交通事故に遭い瀕死の状態に陥ったため、彼の父の大門勇博士は自分が開発した電極回路を彼の胸に埋め込んだ。この電極回路からほとばしる怒りの電流がザ・ボーガーを起動させるキーの役目を果たす。空手や中国拳法などを使った格闘技が得意で、素手でシグマ団のサイボーグ戦闘員を倒すほどの戦闘力を持つ。飛竜三段蹴りや必殺十文字付きなどの必殺技を持っている。科学知識にも長ける大門は、彼とザ・ボーガーの拠点であるザ・ボーガー基地内では白衣にメガネをかけるスタイルになり、さまざまな実験や分析を行っていた。天神ザ・ボーガー出発！ダイモンが操るロボット天神ザ・ボーガーは、ダイモン豊の父ダイモン勇博士によって開発された犯罪捜査ロボット。ザ・ボーガーの動力源となるダイモニウムは、どのようなものでもサイボーグ化して蘇生させる機能を持つ。これを手に入れるため、シグマ団のボスアクノミヤ博士はダイモン博士を殺害し、ダイモニウム発生器を奪取した。ザ・ボーガーはダイモンのチェンジマシーン・ザ・ボーガーの掛け声でオートバイに変形する。バイク形態の時はマシーン・ザ・ボーガーと呼ばれる。ダイモニウムパワーで最高時速300キロで走る。ダイモンが被っている専用のヘルメットに内蔵されているマイクで出された指示通りに動く。ザ・ボーガーの武器は拳をハイスピードで発射させる鎖分銅のチェーンパンチ、頭部の両耳に当たるパーツを投げつけ相手を切り裂くブーメランカッター、そして必殺武器は口の部分に仕込まれている機関銃速射破壊銃、これで相手にとどめを刺す。ザ・ボーガーの頭部には偵察用リモコンヘリのヘリキャット、両脚部には地中走行が可能な小型リモコンカーのマウスが、背面には快速艇シーシャークを内蔵し、それらを潜入捜査や情報収集に使用した。おかえり。ただいま。一家総出でお迎えいただけるとは思いませんでしたよ。秘密刑事を出迎えるためのカムフラージュ作戦でね、ぐっと家庭的にした。なるほどね。ダイモンの仲間ダイモン博士と交友がある警視庁の警部新田大五郎、ダイモンの良き理解者でありサポート役だった。新田大五郎を演じた根賀美純さんは怪獣攻撃隊マット日本支部の2代目隊長伊吹龍役で
帰ってきたウルトラマンにレギュラー出演しています。新田警部の息子で小学校3年生の新田博士、番組の後期では戦闘にも参加しており、ザボーガー基地からダイモンをサポートする役割を果たしました。新田博士を演じた神谷雅弘さんは人造人間機械ダーの光明寺勝や大鉄人ワンセブンでは巨大ロボットワンセブンを操る少年役で主演、他にも子役として1970年代の特撮作品に数多く出演し活躍しました。新田警部の娘で16歳の高校生の新田美代、亡くなった母親の代わりに家事を担当し、またザボーガー基地で通信係を担当した。新田美代を演じた星野みどりさんも当時子役として様々な特撮作品に出演していました。新田警部の部下の中野刑事、水虫を患いながらもダイモンに協力し共にシグマ団に立ち向かった。中野刑事を演じた菊池英一さんは俳優と共にスタントマン盾師としても活躍し、帰ってきたウルトラマンでウルトラマンのスーツアクターを担当したことでも知られています。大戦隊ゴーグル5にはデスダークの幹部伊賀アナ博士役で出演、他にも様々な特撮作品に出演しています。計画はすべて予定通りに運びました。ミスボーグ、よくやったぞ。世界中の宝物という宝物が我がシグマ団のものとなる日も近いぞ。ライバルだったダイモン博士から奪ったダイモニウムを使ってメカアニマルを製造し、さまざまな悪事を企てる犯罪組織シグマ団のボス、悪の宮博士。顔の右半分、左腕、左足などを機械化し、黒のタキシードとドレスシャツを身につけ蝶ネクタイを締めている。義足を装着し、いつも車椅子に乗り行動する。この車椅子には自走能力があり、また機銃が装備されている。悪の宮博士を演じた岡部健さんは、番組の後期でナレーターも担当しています。電脳警察サイバーコップではブロイド博士、ウルトラマンティガでは吉岡、鉄次刑務局長官を演じるなど数多くの特撮作品に出演しています。シグマ団の幹部で悪の宮博士の秘書兼ボディーガードロボットのミスボーグ、頭に伸縮自在の2本のアンテナをつけ、銀色のボディースーツと大きな黒マント姿、このマントを使って瞬間移動もできる。彼女のもう一つの姿であるサイボーグ体になって行動したこともあったが、出番は少なかった。メカアニマルや殺し屋の指揮を取った。ミスボーグを演じた藤山律子さんは愛の戦士レインボーマンでシネシネ団の幹部の一人、オルガや科学戦隊ダイナマンでは邪神化帝国の女将軍ゼノビアなど、特撮作品でたくさんの敵の女性幹部役を演じました。ミスボーグの後任のレディーボーグは口紅型の小型爆弾を武器にする戦闘能力の高いロボット、シグマ団前線基地で指揮を取った。黒いライダースーツに黒いヘルメットという黒ずくめの戦闘員、防術に長けた兵士だった。シグマ団が送り出す等身大のロボットメカアニマル、動物モチーフは最初の3話までだった。メカアニマルに続き登場した殺人サイボーグ、人間を改造して作り出したものらしい。オメガ計画の実行のために人間から作り出されたサイボーグ、オメガサイボーグ、殺人サイボーグよりも強力な能力を持つメカボーグ、上半身はロボット、下半身は自動車というスタイルのシグマメカなどなど、多彩なサイボーグが登場し、激しい戦闘を見せました。油断は禁物だぜ、大門豊か。お前は誰だ。なぜ俺を。高性能バイクマシーンホークに乗る秋月源、悪の宮博士によって育てられた孤児でシグマ団の一員、正々堂々戦うことをポリシーとしており、必殺技はサンダーパンチ、さらにハリケーンパンチという技を使いダイモンと何度も激闘を繰り広げた。何よりもダイモンの打倒を優先し、そのため悪の宮博士の指令に背くこともあった。秋月源を演じた風戸健さんは
後に風と雄介に改名し、ジャッカー電撃隊にクローバーキングに変身する第一文太役でレギュラー出演しました。電人ザボーガーは2度放送時間が変更されています。第26話まで毎週土曜日の19時に放送され、第27話から39話までは毎週金曜日の19時の放送でした。ダイモンの宿敵のシグマ団は39話で壊滅しますが、その回で恐竜軍団と呼ばれる新たな悪の組織が登場します。ちなみにこの時間帯はウルトラマンレオが裏番組として放送されていました。番組は1974年の12月27日に放送された第39話で中断され、翌年の1975年の4月6日に再スタート。第40話から毎週日曜日の11時の放送となり、電人ザボーガー対恐竜軍団シリーズという新シリーズが放送されました。このシリーズからザボーガーと松江健が操るオートバイマシーンバス派が合体したストロングザボーガーが登場。ロケットエンジンの推進力で威力を増したロケットチェーンパンチや超高速で射出するジェットブーメラン、両腰部に装備された2門のバズーカ砲を同時発射するストロングバズーカファイヤーという必殺技を使って敵にとどめを刺しました。新シリーズから新たに加わったダイモンの仲間松江健、バズーカを搭載するオートバイマシーンバス派を操縦するザボーガーとマシーンバス派が合体したストロングザボーガーはダイモンだけでなく松江の指令でも動く。三つ首伝説を研究していた浅尾博士の一人娘浅尾ゆき、恐竜軍団に命を狙われているためダイモンと出会ったことをきっかけにザボーガー基地に住み込むようになった。魔人山の魔人窟に潜む恐竜軍団の狩猟魔人三つ首、下半身は化石化しているため身動きが取れない。世界の6大陸を沈めて恐竜帝国を作ることを目標としている恐竜軍団の科学者悪魔ハット、三つ首伝説を調べる浅尾博士を利用して三つ首を蘇らせた。シグマ大魔城を襲い悪の宮博士からダイモニウム製造機を奪った人物でもある。悪魔ハットを演じた遠谷隆信さんは数多くの特撮作品で怪人などのスーツアクターを担当。 P プロの社長牛尾宗司さんから直接依頼され、役作りのためにスキンヘッドにして撮影に挑んだそうです。三つ首の部下の大女目座、不気味な女の首をかたどった紋章のついた杖を持ち、若い美女から老婆まで様々に変装して諜報活動を行う。大女目座を演じたのはウルトラマンエースにタックの南優子隊員役で出演した堤光子さん。穏やかで冷静沈着な南優子のイメージを覆す凄まじい悪党を演じ、当時の子供たちを震撼させた。シグマ団から奪ったダイモニウムを利用して悪魔ハットが製造した恐竜軍団の先兵メカアーミー、恐竜や爬虫類モチーフのロボットが多かった。ドラゴンの頭を持つ恐竜軍団の戦闘員竜面隊、シグマ団の戦闘員と同じく棒で戦い口から火を吐いた。劇中で数々の衝撃展開を見せた電人ザボーガー、ここからはその衝撃シーンを紹介してみようと思います。衝撃1、初回から主人公が殉職。秘密刑事としての特訓を受けて帰国した大門豊はシグマ団が送り出した最初のメカアニマルアリザイラーと対決し、なんと敗北してしまう。息がなく死亡したと思われたその時、胸部に埋め込まれた電極回路が作動して息を吹き返したダイモン。衝撃にザボーガーに殴られる主人公。第4話にしてザボーガーがシグマ団の手に渡り操られたザボーガーにダイモンが殴られる衝撃展開。ザボーガーお前はと叫び続けるダイモンが印象的。襲撃場所が墓場なのも今見ると衝撃です。衝撃3、改造途中のメカボーグ。アメフトの選手が悪の宮博士によって改造手術をされてメカボーグラガーズ3となり、2人のサイボーグラガーズ兄弟と共にダイモンと対決。ところが
このラガーズチーム、3人ともまだ人間の部分が残っており、完全なサイボーグ体ではなかった。最後は爆弾で吹き飛ばされ半分人間のままあってなく死んでしまった悲劇のメカボーグだった。衝撃音、失敗すると即爆発。アクノミヤ博士が作戦を失敗させ続けたミスボーグにカプセル爆弾を飲ませる。遠隔スイッチを押すと3分後に爆発してしまうなんとも恐ろしい仕掛け。これ以後、かなり必死なミスボーグの姿が見られました。衝撃後、バラバラになったザボーが、アクノミヤ博士の罠にはまり、シグマの秘密基地に閉じ込められてしまったダイモン。その間にザボーガーが爆破されてしまった。見事に全身バラバラになってしまい、絶望するダイモン。もはや修復不能と思われたが、浦上博士によって復元された。ロボコンがバラバラになった姿も衝撃でしたが、それ以上にバラバラチリジリになったザボーガーの姿が衝撃でした。1974年の数ある特撮作品の中でひときわ熱い展開と、凄まじい熱い戦いを見せた電人ザボーガ。シモン・マサトさんが歌ったオープニング曲やエンディング曲も熱かったですね。半世紀前の日本の懐かしい風景とともに、今一度あの熱苦しい戦いを堪能してみてはいかがでしょうか。